新年ということで、私たちの計画について語っていきたいと思います。皆さんももうやってるか分かりませんが、新年になりますと大体新年交付という、英語では New Year's Resolution というものを持つんですが、皆さんはもう目標などを立てましたでしょうか？一番一般的なのは、よくあるのが、必ず今年やるぞっていう中でダイエットがありますよね。皆さんもその目標の中にダイエット入ってますか？ダイエットを行うとか、ジムに通う、運動を一生懸命する、そしてタバコをやめるとか、酒の量を減らすというような目標を立てる人もいます。そして中には貯金をする、100万円ぐらいは貯めたいというような目標を持つ人もいます。そして日本でよくあると言われるのは、英語の実力を伸ばすというようなのもその新年の興奮の中に入ってるんだそうです。私の場合ですと2017年の目標の中に、怪我をしないとかそういう目標も入ってます。目標を持つことはとても良いことです。箴言21編5節を見ますと、このような箇所があります。勤勉な人の計画は利益をもたらし、すべて慌てるものは欠損を招くだけだという御言葉があるんですね。ここで慌てるという意味は、計画も何も行わずにそのまま人生を生きていく、そういうことを、思いつきで人生を衝動的に生きていく、そういう意味を持っています。皆さん、エベレスト山脈に登る人は準備をしていきますよね。大体エベレストを登るんであれば、思いつきで行った人は大体1日目で登山終わると思います。1日目で寝ようとしたらテントがない、準備してないわ、それは思いつき、衝動的に人生をそのように生きていくと成功しないでしょう。そのような箇所なんですね。この箇所が教えているのは、人生には勤勉な人の計画、先のことを考え、いろんな場面をどう通り抜けるかを考えた上で、事前に戦略を立てていくことが必要であり、そういう人が人生では成功していきますということを教えている箇所です。変えて言えば、明るい将来は良い計画にかかっていますというような教えであります。でも今日の箇所、私たちが今日見る箇所は、どこに関心を一番置いているかというと、ただ計画を立てるのではなくて、私たちがどのように計画を立てるべきなのかを教えています。そこに焦点を置いています。どのようにクリスチャンは計画を立てるべきなのか、知恵ある正しい計画を立てるのか。今日2つのポイントを今日の箇所から見ていきたいのですが、まず1番目のポイントは、神の計画を、神の主権を知ることから始まります。私たちの計画を立てることにおいては。そして2番目は、神に計画を、やるべきことを全て委ねるというところから入っていきます。今日はこの2つのポイントを見ていきます。まず第1番目には、神の計画を知ること。一節を見てください。人は心に計画を持つ。主はその下に答えをくださる。意味が分かりますか？これ単純に言えば、簡単に言えば、人が何を計画しても OK、 承認を出してくださるのは神であると、そういう意味です。一節で全く同じことが別の言い方で9節に書いてあるんですね。9節を見ますと、9節このように書いてあります。人は心に自分の道を思い巡らす、しかしその人の歩みを確かなものにするのは主であるというふうに言っています。私たちがどんなに計画を立てたとしても、それを実現させるのは神であるというような御言葉であります。同じ箴言16章の33節、皆さんのアウトラインに入っていると思うんですが、33節でこのように書いてあるんですね。神の主権について、全てを支配しているということについて、このように書いてあります。くじは膝に投げられるが、そのすべての決定は主から来る。くじを投げたとしても、その決定されるのは、すべてを支配しておられるのは神であるという箇所があります。聖書はこのように語るんですね。確かに人間が計画を立てる、そして人間が仕事を進めていく、しかしそれがうまくいくかいかないかは、すべて神にかかっているというふうに教えているんですね。皆さん、この日本には、知ってる方も知らない方もいるかと思うんですが、八百万の神という教えというか、神道の教えがあります。英語にそのまま直訳すると8 million gods、 八百万の神、800万以上の神々がいるということを神道では教えているんですね。これ日本で神道で教えられていることで、山に行っても神がいて、海に行っても神がいる、お店に入ってもその店の神がいる。皆さん店の前なんかで招き猫とか見たことありますか？大体この店にグッドラックを幸運をもたらせる神であるグッドラックサインとして置いてあります。田んぼに行っても神がいて、家の中にも神がいる、そしてトイレの中にも神がいて、トイレの神様もいるというふうに知られています。すべての生き物には神が宿っているような教えであります。 Literally God's everywhere、 その神道の教えであるんですね。でこの宗教観はどこから来たのかというと、少し勉強していきますとこのような説明があります。神道の教えの中に、数千年前に日本の人々が農作を始めた時に、人間の力ではどうすることもできないことに気づいたんだそうです。農耕をしても天気が悪いと嵐が来たら全てが台無しになってしまう。天候不順や自然災害のために、これは神の怒りであると。毎回私たちが何を計画してやろうとしても、神が怒っているとうまくいくこと一つもない。なのでそれを乗り越えるために、自然界を操る神々を全部拝み始めたんだそうです。すべての場所に宿る神に拝むようになった。お守りください、お守りください、八百万の神に祈っているということは何を認めているのか分かりますか？結局人間が農作をしようが何をしようが、自分たちの力では全て何もできないんだということを認めているということであります。神道の中でもそれを認めるんだということであります。最終的に OK を出すのは神々である、神道の中では神々であるというふうに理解するんですね。だから正月になっても初詣に日本の人たちは大体神社へ訪れます。そしてこの1年も商売繁盛のために、そして家族の健康と安全のために祈っていきます。ただ聖書を見ますと、その神は全ての成り行きを、全てを決定する神は八百万の神々ではなくて、この宇宙万物を作られた創造主なる三位一体の神だということを明確に聖書が教えてくれています。このすべての主権を持っている、すべてを決定される方がいるということを教えます。4節にこの方をどのように説明しているのか、4節このように言います。主はすべてのものをご自分の目的のために作り、そして最後見ると、この悪者さえも災いの日のために作られた。悪者っていうのは神様に反逆するもの、背を向けるもの、そういうもののことです。しかし悪者さえも災いの日のために作られた。つまりこの悪党がいたとしても、いろんな企みを持って悪事を行っていきますけれども、結末を握っているのは最終的には神だということが分かります。非常に面白いことは、聖書を見ますと3500年前にイスラエルの民がエジプトから出てくるときに、一番最後までそれを拒んでいたのがエジプトの王様のパロです。パロがあなた方は行かせない、最後まで粘っていたんですね。典型的な悪党なんですが、彼に向かって神様がこうおっしゃるんです。出エジプト9章16節に、神がパロに向かってこう言います。それにもかかわらず、私は私の力をあなたに示すためにあなたを立てておく、また私の名を全地に告げ知らせるためにあなたを立てておくっていうふうに言われるんですね。あなたが悪党であることは分かっている、悪事を行うことも分かっている、しかし私があなたを立てたのは私の名を全地に告げ知らせるためだ、私の栄光のためにあなたを私は立てているんだ。悪党が自分の計画通りに全てを行おうとしているんだけれども、実は神が全てを支配しておられる。私が OK を出さない限りあなたは何もできないということを意味しています。この今日の4節も1節9節も全て神の完全なる主権を教えています。この世の成り行き、今も細かく介入されて全てを神様が進めているということです。でこれを聞くと大体ちょっと非常に悲観的に考える人たちいます。神が主権を持っているのであれば、私たち人間はただのその神に操られる人形ですか、英語では pull strings dolls ですか、その糸によって操られる人形ですか。でも聖書を通してみると、神の完全なる主権と人間の自由意志は対立しないんですね。わかりますか皆さん。神が定めた永遠からの計画と人間が立てて自分勝手に実行する計画とは対立しないということなんです。人間の歴史は人の選択によって進むでいきますけれども、それと同時に神の永遠の結果がそのまま一緒に進行されていくということなんですよ。これ例えとして2つぐらい言いますね。旧約聖書を見ますと、皆さんアダムの息子最初に2人いました。まあ3人目も生まれますけど、最初の2人誰でしたか？アダムの息子。はい、ありがとうございます。カインとアベルがいました。カインとアベルで殺人事件が起きますね。お兄さんのカインがアベルを殺します。そして人間の選択によってこの大変なことが起こります。そして本当は危機なんですよね。殺人事件なんか起きて、人口もあまり多くないんだけれども殺人事件が起きて人間に危機がやってきた。しかし面白いことに弟がアベルが死んだ後に誰が生まれてくるかというと、セツという弟が生まれてきます。そしてセツのラインからノアとアブラハムとイエス・キリストまでずっと続く家系が出てくるんですね。なので人間の計画で殺人事件が起こり、最悪事態が起きたにもかかわらず神の計画がそのまま進んでいるということです。人間の計画も進んでいるんだけども、その神様が間違った歴史があると、その軌道を修正されふさわしい道へと歴史を持っていくということなんです。もう一つよくわかる例としては、旧約聖書にヨセフがいます。ヨセフの場合だと、兄弟によって嫌われて17歳でエジプトに売られます。奴隷としてエジプトに行きます。そしてエジプトでは自分の主人ポティファルの妻に嘘をつかれ、牢屋に入ることになります。そして牢屋に入って、これ以上に最悪なシナリオはないですよね。そこで数年いるんですが、これ誰のせいで結局入ったんですか？牢屋までエジプトに売られる、誰のせいですか？兄弟たちの選択によって、そしてポティファルの妻の選択によって、人の選択によって、結局ヨセフはその最悪の事態まで落とされます。しかし歴史を上から見ると、今ヨセフはだんだん一歩一歩エジプトの総理大臣へと近づいていってるんです。これ分かりますか？人間が 100% 決定して自分で選択して、その運命が進んでいるように見えるんだけれども、上から、歴史の上からbird's eye viewで見るんであれば、これ全て神の主権によって神の計画通りに歴史が進んでいるということなんです。だから人間の選択と神様の計画と対立しないということなんです。一緒に行くということなんです。この人類の歴史が最後は何で終わるのか、詳しくは黙示録を読めば分かることなんですが、一言で言うとエペソ1章9節後半から10節にこのような言葉があります。この人類の歴史が最後どう終わるのか、エペソ1章9節と10節は、それはこの方にあって、この方はイエスのことです。イエスにあって、神があらかじめお立てになった御胸によることであり、これは神があらかじめ、この地球が始まる前、この万物が作られる前にすでに立てられた計画のことであって、時がついに満ちて、最後のところです。時がついに満ちて実現します。一切のものがキリストにあって、天にあるもの、地にあるものがこの方にあって一つに集められるのです。最後には結局イエス・キリストによって歴史は終わるということです。すべてが決着つかれる。今この世を見ると、IS とかテロリストとかがいっぱいあって、この世の中ってどうなるんだろう、週末は一体どうなることやらというふうに心配する方々いるかもしれません。聖書が言うには心配することはありません。すべては歴史の最後は神様が定めておられるのです。イエス・キリストにあってすべてが終わるようになっています。一つに集まることになっていますというふうに教えているんです。これをまず理解することが次のポイントの神に委ねるのところの基本になります。基本のその基礎知識になりますね。2番目のポイントを見ていくんですが、2番目のポイントは神に計画を委ねるということです。知恵ある正しい計画を立てるために神に私たちの計画をすべて委ねる。3節に特に注目すべきところは3節なんですが、このように教えています。あなたのしようとすることを主に委ねよう。そうすればあなたの計画は揺るがない。もう一度読みますよ。あなたのしようとすることを主に委ねよう。そうすればあなたの計画は揺るがない。この箇所を置いて数年前にクリスチャンたちと、牧師たちも一緒に集まって勉強してたんですが、ある牧師がこの箇所についてこのように言ったんですね。これは神様を私たちの計画に、人生の計画にお招きすることなんですね。Oh, it's like inviting God into our life plan. そのように言ったんです。神様をお招きすることなんですね。でもこの3節を深く入って理解すると、それ以上の意味を持っているんです。ただ単に神様を私の人生の計画に招き入れるどころじゃないんですね。3節実はこれ日本語の聖書だと少し残念ながら分かりづらい部分があります。皆さん英語の聖書と見比べるとちょっと違いがあるなと分かると思うんですが、これもともとギリシャ語の言語などで見ますと、最初のあなたのしようとすること、これ計画を意味するっていうことよりも、英語の聖書では仕事って出てますよ。 work、仕事、そして人生そのものだというふうに言っています。あなたの仕事を、あなたが やろうとしている仕事をすべて主に委ねよう。人生そのものを主に委ねよう。そして委ねようという単語は英語では commit、 献身する commit というふうに書かれています。委ねよう、完全に主を信頼しすべてを捧げるという意味を持っています。すべてを捧げる。そして揺るがないというところでは、英語では will be established、 揺るがないものへとされていきますということです。つまりこれ言語から解釈して簡単にこれ言い換えればこういうことになります。あなたの先のこと、仕事や人生を完全に主を信頼して明け渡しなさい。委ねようという明け渡しなさい。そうすることであなたの計画は揺るがないものへと変えられていくでしょう。立てられていくことでしょう。そういう意味です。これは自分の人生の計画を持ってきたよ。神様これどうですか、祝福してくださいますか、今年2017年度はこのような計画がありますけど神様これ祝福してくださいますどうですか、そういう意味ではなくて、委ねる、すべてを明け渡す。書いて言えば自分を無にして自分の計画をゼロにして自分の人生を主に任せるという意味を持っています。そして神が望んでおられることを学び、神の御心に沿った計画を見つけていく。そうすればあなたの計画は揺るがないことでしょう。それを意味しています。3節は60年代にエクアドルに宣教師として行って殺された宣教師ジム・エリオットがいるんですが、ジム・エリオットの奥さんでエリザベス・エリオット宣教師がこのようなことを言うんですね。彼女が長年宣教活動をしてきたんですが、こういうことを言いました。友人からの助言は、助言っていうとアドバイスですね、友人からの助言はお金もかからないし聞き入れてもいいし聞き入れなくてもいいですよね。友達の助言だと大体そんな感じですよね。聞くけれども、聞き入れるか聞き入れないかはあなた次第である。でもお金を出して雇ったコンサルタントの話はどうでしょう。コンサルタントはお金を出してアドバイスをしてもらうので、大体聞き入れる人の方が多いんじゃないですか。でもこれもまたあなた次第ですと。それを聞き入れるか聞聞き流すかあなた次第です。でも彼女が言うには、神の助言は、神の導きは完全に次元が違うことであると、完全に次元の違う世界であるというんですね。まず神の助言は私たちが好きだ嫌いだかの選択するものではない。これ全部エリザベス・エリオットが言ってることです。神の助言は絶対的なものであるっていうんです。神の助言は実に大きな支払いを要求する。それは自分の考えを捨てることを要求しているのだって言います。そして私たちが神に来て祈るべき祈りはこれであるというように彼女が言うんです。主よ、私の主よ、あなたの御心通りに私からふさわしくないものを取り除き、一番ふさわしいものをあなたの時にあなたの方法で与えたまえというふうに祈るべきでありますというふうにエリザベス・エリオットが言うんですね。皆さん、これ理解できますでしょうか。皆さん、キリスト教が教える計画、クリスチャンの計画はどう立てていくんですか。キリスト教が教える計画は自分の計画をゼロにするところから始まります。ゼロからスタートさせるんです。神様、私の今の計画ゼロです。あなたがおっしゃる通りにこれから埋めていきます。あなたのスケジュールで、あなたの計画で埋めていきます。それがキリスト教が言う計画です。あなたのしようとすることを主に委ねるっていうことがそういう意味を持っています。3節の。あなたがしようとしていることをゼロにして無にして主に伺うということです。数ヶ月前にある兄弟、仕事を探している兄弟と話をする、そして私が彼のために祈ったんですが、彼数ヶ月の間、そして数年間の間仕事を探している兄弟なんですね。で、いろんな仕事をやってみたんだけどうまくいかなかったと彼は言うんです。で、私が話をしながら彼に助言した渡した聖書箇所っていうのはマタイ6章33節なんですね。マタイ6章33節に、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそこに加えてこれらのものは、これらっていうのは食べるものとか全部お金のことです。これらのものは全て与えられます。でもこの箇所を彼と分かち合ったら彼かなり困惑してたんですね。何それ私今仕事を見つけようとして、私には今しっかりとした計画が、人生計画が必要なんです。なんでそんな箇所を言うんですかというような表情を浮かべてたんですね。皆さん、知恵ある正しい計画がどこから始まるのか分かりますか。自分の計画はゼロにして自分を主に明け渡すところからスタートするんです。クリスチャンの計画は。そして人は神を知ることで、神の言葉をの知識を得ることで聖書的な価値観、判断力を持つようになり、知恵ある計画を立てられる人になっていきます。わかりますか。愚かな人が知恵ある計画を立てるのではなくて、神と交わって知恵あるものになりながら知恵ある計画を立てられるようになっていくということなんです。しかし私を含めて人間というのは罪深くて、自分がやっていることが一番正しいと思う傾向があります。自分が思うこと、自分が計画立てること、全部正しい。自分の目には全部良いように映っている。2節を見るとそれが映出されているんですね。2節を見ると、人は自分の行いがことごとく純粋だと思う。しかし主は人の魂の値打ちを測られる。つまり人間は自分の行いを見て、私は正しい正しい、私の計画も私がやっていることも正しいと思うんだけれども、実は主は、神はその魂の値打ちを、神様の基準によってその値打ちを見るということです。残念ながらこれかなり厳しい話になるかもしれませんが、21世紀を生きる信仰生活をする人々を見ると、自分の目には本当に自分の信仰生活が純粋だと思う人々はたくさんいます。思い込んでるクリスチャンはたくさんいます。いくつか2つぐらい例を申しますと、1つは安息日に関する、安息日を守るということに関してかなり自由な考えを持っている方々かなりいます。聖書を見ると出エジプト記20章8節から11節に、十戒が出てくるんですが、十戒の中の4番目の戒めとして安息日の教えが出てきます。そこに8節に安息日を覚えてこれを聖なる日とせよというふうに神様はおっしゃられます。でこの安息、休むところまではよく分かります。誰もこれについてディベートなんかあまりしません。休むことはみんな休むべきである、そんなことは分かります。しかしこの聖なる日とせよってこれどういう意味ですか？ Keep the Sabbath holy、 この holy は何ですか？聖なる日と守る。これをプロテスタントの父であるヨハン・カルバン、そしてほとんどのメインラインの教会の牧師たちはこのように教えています。このホーリーというコンセプトは安息日に教会として集まり神を礼拝することを意味する教えであるというふうに、今日ではアメリカの有名なジョン・パイパー牧師が同じ解釈をしています。 Keep it holy、 それはCongregational meeting、 礼拝を意味することであります。教会の交わりを意味することでありますというように教えています。でつまり少なくても1週間に1回は神である私を覚えて礼拝しなさいという命令なんです。聖書を学び教会と交わりを持ちなさいというような教えとして入っています。でも今では21世紀の今では教会に来るのはだいたい選択肢のように思うクリスチャンはたくさんいます。だから日曜日に教会に行く計画が常に狂ってくるわけです。狂う。友達が週末に遊びに来た、教会休む。仕事が入った、教会休む。スポーツ観戦がある、教会休む。コンサートがあるから教会休む。旅行のスケジュールが入った、教会休む。体がだるいから今日も教会休むというように計画が狂ってくるんです。なぜかと分かりません。自分の目で見ては私は堂々と信仰生活してる、そのように見えるかもしれないんだけれども、主は人の魂の値打ちを見られる。自分の目では純粋だと思うんです、そういう信仰生活をしているということが。しかし神の言葉と照らし合わせてみると、それが正しいか正しくないかは 一目瞭然だということです。イエスは教会に向かって、クリスチャンの私たちに向かって、私を愛するんであれば互いを愛し合い一つになっていきなさい。しかしイエスを無視していながらも堂々と信仰説ができているというのはおかしいというところであります。2節が教えている自分の行いがことごとく自分には純粋のように映っている。もう一つの例えを言いますとこういうことです。これも数年前に、この人は直接私の知り合いではありません。あるクリスチャンの既婚者の男性、結婚している男性、独身の同僚が、女性同僚がいるんですね。で既婚、この家族がいる既婚者のクリスチャン男性なんですが、この自分の同僚である女性とよく外食に出かけるそれを教会の人々が気づいた。そして何の恥もなく教会にもその、同僚の人を教会のパーティーにもコンサートにも連れてくるわけなんですね。で彼と話しますと、彼は全くおかしくないと思ってます。伝道してますから、私は証しをしながら一生懸命伝道してますから。でこれ誰に聞いても、あなたは奥さんがいて子供たちもいる既婚者です、しかし独身である彼女はノンクリスチャンの人なんですが、同僚とそんなに近く交わりをしない、これちょっとどっかおかしくありません？ノンクリスチャンが見てもちょっとおかしいと思います。しかし彼は全然罪悪感などもない。人は自分の行いがことごとく純粋だと思う。まさにそれを指摘しています。2節はもし続けて外食に行ったりする予定、本当にこの誤解を招くような愚かな行動、計画を持っているのであれば残念なことだと思います。皆さん、これ罪ですか？このようにノンクリスチャンの同僚と2人で出かけるのは罪ですか？罪っていうよりか、箴言の本に言わせれば知恵のない行動ですというふうに言います。知恵のないことであると。 Unwise。 あなたが正しい計画を立てられるかどうかは、あなたが神をどれだけ知っていて神をどれだけ愛しているかにかかっています。誰でも自分の目には見えないブラインドスポットがあります。自分の目に見えない視覚領域があるんですね。なので時々私たちは聖書的に私の計画が正しいかどうかを確認する、チェックすることも必要であります。だから教会の中ではよく小グループというものをやっています。人々と交わっています。教会の中で関係を作り、直接に正直に話すことによって客観的に物事を判断してもらうんです。私の兄弟に、私の姉妹に。私の場合ですと牧師なので、牧師たちでよく集まります。そして教会の話などもしています。このような祈り課題があります。このように今牧会していますけどどうでしょう。するとたまに、本当に牧師の中ではたまに私に向かって、これはちょっとよくありませんねっていう方います。これはちょっとよくないんじゃないですか。これ私が聞くか聞かないかは別として言ってくれる人がいるんです。なぜか分かりますか。2節、私たちはみんなブラインドスポットがあるんです。私たちの計画を立てたとしてもブラインドスポットあるんです。計画の中には。だからその計画を持ってきては、私の兄弟、あなたはどう思いますか、この計画について確認する必要があるということです。結論に入りましょう。3節が言うように、私たちの中には誰一人完全に自分を無にして自分の計画をゼロにして神に全てを委ねられる人はいません。3節は、それができたらあなたの計画は揺るぐことがない。これができたとしたらですよ、全てゼロにして主に全て委ねるのであれば、あなたの計画が揺るがないことになるでしょう。しかしこの資格ある人なんて誰一人いません。私を含めて誰一人いないです。で、5節が言うように、5節を見ると、私たちが神に従えないのは心おごる傲慢だということです。 Prideful, arrogant、 傲慢な心が私たちの中にある。自分の人生は自分で決めていくんです。神様が何と言おうと、私の兄弟が私に何と言おうと、私はどうでもいいんです。私の人生は自分で計画して自分で決めていくんですという心が私たちの中にあるということなんです。そして5節が言うのは、その罰を免れる人は誰一人いないでしょう。しかし、今日の箇所、本当に6節に行け180度の大きなターニングポイントがあるんですね。意外な展開へと行きます。5節から6節。6節に行きますと、突然、恵みと誠によって戸川あがなわれるというふうに書いてあります。戸川、罪ですね。あがなわれるという意味は、あなたの罪が支払われたという意味です。誰かがあなたの罪のために代価を払った、そういう意味です。聖書はこのように語ります。2000年前に神の子であられるイエス・キリストがこの地上に来られた。ピリピ2章によると、その神の子イエス・キリストは神でありながら自分を完全に無にされた。自分の計画をゼロにされ、自分の願いではなく父なる神の御心に自分を委ねられたというふうに聖書は教えています。しかし自分を無にして自分を委ねたその方が十字架の上で亡くなられたんです。なぜ？それは私たちが神に許され、続けて神の導きを受け、主の計画の中に歩むことができるように、私の罪が、あなた方の罪が許されるように、イエス・キリストが十字架の上で亡くなられたと言います。皆さん、クリスチャンの計画というものは、方法論ではないんですね。ステップ1、ステップ2、ステップ3、このようにやるという。まずは私たちはイエス・キリストによって救われた存在である。神様が私たちの人生を導いてくださるということをまず信じること。そして愚かな計画、過去にあった失敗、愚かな計画はイエス・キリストによって全て許された。そしてもう一度人生のスタートを切ることです。そして新しい計画を、主との交わりの中で知恵を得て新しい計画を立てていくことであります。皆さんに質問しましょう。この2017年度を始めながら、皆さんにはどういう計画がありますか？自分自身に対する計画があると思います。そしてビジネスに対する計画、どんな仕事をしていこうか、そして家族のことについてもどんな計画を持って旅行に出かけるとか、そういう計画があると思います。まずは神に喜ばれる計画を立てるにはどうするのか。自分の計画をまずはゼロにして、神様に先に伺ってください。よくやりますよね。年間スケジュール、私たちの教会の年間スケジュールはまだ出てないんですが、年間スケジュールを作るときに、私のスケジュールを全部埋めて、神様、Where can I fit you in? その神様、あなたどこに入れましょうか、私のスケジュールではなくて、神様のスケジュールを先に埋めていくんです。そして、神様のスケジュールに自分のスケジュールを埋めていくということになります。そして自分のスケジュールを自分の兄弟姉妹に聞いてみてください。この年間スケジュール、そしてこのような計画を持ってるんだけど、あなたはどう思いますかというように、ぜひ分かち合ってみてください。今日のメッセージを思い出したのか、少し祈りましょうか。